今回はどんなスパイク入ってたんですかみたいな。これさ、みんなこれ良かったっていうやつじゃん。はい、これ良かったと思う。なあ、私のやつも見せますか。いや超懐かしい。これ少年に帰りますね。少年に帰る、ね、少年に帰る。おばんざーい、おばんざーい、番外編です。今回は結構インスタグラムでも、なおに質問ある人みたいな感じで書いてて、でまあいろんな質問もくれたりとかした中で、どんなスパイク入ってたんですかみたいな、どんなんですかみたいなとか、なんでこのスパイクなんですかとか、なんかこうこだわりありますかみたいなのをみんなこう気になってるみたいな、それをちょっと今日は紹介していきたいと、はい、ぜひぜひいうふうに思います。はい、じゃあまあちょっとまずなおからちょっとスパイクを。僕ははいはい、おーはー、なお18。そうです。おで、こっちはまあ娘の名前を言ってたんですけど、今あかんねんな。あ、そうなんすか。今確か自分の名前しかあかんねん。あ、そうなんすか、うん、じゃあこれ結構貴重だ。いや、そうやで。あ、これさ、結構アディダス履いてる人ってみんなこれ良かったっていうやつじゃん。はい、これ良かったと思う。なあ、これ A50 って言って、うん、ポイントが三角なんですよ。三角ですね。そうです。こういうポイントって結構前十字危ないとかそういうポイントじゃないの？これは歯型と丸型のちょうど間なんで、うんうん、僕は歯型で一回膝怪我して、そこからちょっと やめたんですよ。歯型はね、歯型よくあるもんね、はい、なんかちょっと危ないみたいなね。で丸ポイントだと、例えばムンディアルとか、うん、コバムンディアルね、そう、うん、が引っかかりがちょっと弱い。なるほど。で、この形がすごい僕の中ではすごいしっくりきた。で、これは人工の革になるんですけど、うんうん、昔なんてそういうのね、なかったし。そうね。で、コバムンディアルなんかが一番そのカンガルーレザーを使っていて、うんうん、一番憧れだったし、高かったんですけど、うんうん、で、僕がこの形気に入ってるのは、うん、まずこう、踏んで、横にこうステップするじゃないですか、うん、踏ん張って、こっちに出てくる時にこう、グッて踏ん張る、うん、で、そうなると、靴の中でこう足がずれるんですよ。なるほどなるほど。で、履いてると横がね、そう、天然の革はここがこっちがずれちゃう、ね、これは人工なんですけど、形が崩れないんで、もうそのままの形でフィットしながらドリブルしてステップしてもずれない。ということはやっぱ結構そのなおのプレースタイルにはもう最高やったってことやな。そうです。で、人工の形なんで、足にその馴染むのは天然の革なんです。だけどそういうプレーしててやっぱズレとかっていうところを気にするんであれば、この人工の革っていうところと、あとまあね、こういったところのデザインもそうですけど、こう人工でツルツルしてるとこう滑りやすいんで、こういったところにちょっとこうザラザラした素材のものが入ってたりとか、まあ、なんならもう軽いっす。軽いな。軽さは僕は本当にあの求めてる。軽さはあるわ。はい。足は何センチ？足は 26.5 ですね。インソールとかはもうそのままのやつって感じ？そうです。昔はこだわって入れたりしてたんですけど、あんまり入れてなかったですね。なるほどね。でも入れた方がいいかなと思います。うん、ただ入れる場合はやっぱインソールって分厚さもあるんで、そうね、サイズ感を変えなくちゃいけない。難しいよね、その本当にどれがええとかどうとかって。でもデザインめっちゃかっこいいな、アディダスね。そうなんですよ。このシリーズは僕も本当すごい好きで、ちょうどこれが子供が生まれた時なんで2010とか11ぐらい、11か。で、色を変えたりとか自分で好きなように、そう、好きなように選んで青とか、足型取ってるとかそういうことでは特にない。足型も取ったことはあるんですけど、うんうんうん、でもずっとその足型でやってたかって言ったらそんなこともなくて。なるほどなるほど。あとは微調整はこう履いて、うん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 、感触確かめて、うん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 、で、この辺ちょっと広げようかとか。なるほどね。はい、で、こだわる人は本当にポイントとかをね、そうね、いろいろこういじったりとかね、なんかミックスにするとかね、はい、ポイント取り替え式と一緒にするとか、そう、なんかいろいろあるもんね。なんか吉勝さんは、ここのつま先のとこにこうザクザクしてるやつ、そう、なんかをつけたとか。でもスパイクのこだわりは、僕はもうアディダスずっとだったんで、いろんなコミュニケーションを取らせてもらって、よく話させてもらったし。なるほどな。まあ、ずっと憧れだったんで、これがね、例えば刺繍なんやな、それ刺繍です。おー、はい、刺繍の時もあればこう貼ってあったのにするのとか。確かに。マンさんなんかあれじゃないですか、代表とかで履く時はこの手の丸入れたりとか。いや、手の丸入れたことないよね。あ、そうなんですか。だからなんかアテネとか、なるほどね、ワールドユースアルゼンチンやった時なんかはなんかそういう日の丸を入れたりとか。大会でやるときはね、はい、日本を代表してやってるんやと。そう、キングカズの、うんうん、やってたね。やってましたよね、憧れでした、ね、あれ憧れやったよ、ほんま、うん。
でもなんか今この刺繍もメーカーによっては自分の名前入れたりとかできるんじゃないですか。そうそうそう、自分の名前できたり、ね、やったりとか、多分片押しとかが増えてきたんじゃない、刺繍よりかは。片押しの方が楽やん。確かに、うん、でもどうなんすかね、今のそのスパイク事情っていうのは。時代は変わってるからね、うん、まあそれはちょっとなんかもしまた現役選手が出たらいろいろ聞いてみたいよね、今のスパイク事情みたいな。アディダスで言うと、うん、結構そのモデルは変わるんで、その変わった感覚に合わせて自分もフィットさせていくっていうような感じだったんですけど、うんうんうん、でもそういうのが頻繁に変わるのが嫌な選手とか、うん、例えば前田裕二とか、うん、そうね、藤田俊哉さんなんかもそうですけど、ずっとコパムンディアルでこう生き続けるみたいな、なんかそういうこだわりのある、ね、選手もいるから面白いですよね。今日は初めてなので、はい、私のやつも見せますか。バンさんって言ったらもうね、イメージは完全にフーマスかもね。そうね、はあ、でも実は1年目アディダスなんですよ。そうなんですか。98年は頑張ってデサントやん、契約してんのが、はい、デサントやから、ルコックになったり今はアンブロやったりするんやけど、うんうんうん、当時の98年のデサントはアディダスを。そうですよね。で99年からアディダスジャパンになってるんですよ、うんうん、俺当時アディダスや、1年目。何入ったんですか、アディダス。アディダスのね、アディフレウドとかいう、多分ね、知らない、多分知らんと思う。もうあの、その時しかなかったような感じの白と黒の、はい、もうシンプルなアディダスで、うん、でもう1年目の俺なんかそんなコパムンディアルとかさ、はいはい、あんな2万円ぐらいするわけやん、うん、そんな履けるわけもなかったし。それで98年に入ってアンダー19の代表になったのね、うんうん、その当時の代表ってまだ持ち回りやったのよ、はい、アシックス、フーマ、うん、アディダスかな。そうですね、うんうん、その持ち回り でちょうどワールドカップの98年の時はアシックスやった、うん、だから98年のワールドカップはアシックスがあって、うん、で俺らアンダー世代やからこれですよっていうものは袴なので、そうです。その時の98年のアジアユースがフーマだったのよ。なるほど。準優勝したんですか。アジアで準優勝、そうです、ね、決勝に韓国に負けた、はいはいはい、それがもうやばいな、これこれですよ。それいや、その時のやつじゃないで。その時のやつじゃないけど、これがまあ俺がずっと履いてたパラメッコ。いや超懐かしい。これ、うん、自分のメーカー以外のスパイクこう見るってあんまないんで。そうね。いや憧れでしたよ。これ少年に帰りますね。少年に帰る、ね、少年に帰る。これは僕の人口じゃないですか。そうそうね。で、そうね。やっぱり昔なんかこの縫い目。そうね。この細かいのが、パラメヒコ。そうそうそう。すげえ。これね、まあまあ、名前はプーマのパラメヒコと言いまして、パラって多分そのスペイン語か。うん、っていう意味やんな。うんうん、メキシコへみたいな。メキシコワールドカップの時に多分できたようなやつで、俺はなんかもうプーマで最初契約した時やっぱカズさんが好きやったから、うん、やっぱ僕も憧れてスフィーダとか履いてました。せやろ、はい、でカズさんがスフィーダでさちょっとこうスパイクでさっき言ったみたいな国旗入れてみたいなあったわけやん、うん、そう超憧れて。でまあ俺は今このゴールドの刺繍で11番を入れてんねんけど、はい、このかかとのところ。ほんとだ。ほうこれ入れてんねんけど、はい、こんな刺繍を入れるとかなんて、うん、昔の選手がなかったわけや。うん、もう日本代表、そうですね、うん、代表になって、もう世界で戦うみたいな感じだったわけよ。いやそうですよ、うん、だから俺はもうその日本代表になるまで刺繍は入れへんと、うん、おお、そういうこだわりがあったんですね。心に決めてやったわけよ。で代表に入って、うん、代表に入ってでプーマのね担当者富田さんねに富田さんやっと刺繍入れれますよと、うんうんうん、お願いしますっていう感じでこう刺繍入れましたよ。11。いやそれは熱い、うん、もうこのパラメヒコ見てるだけでも、うん、僕はあの中学の時にパラメヒコ履いてた、履いてた。でも、うん、高いじゃないですか。高いと、うん、このポイントが短くて、うん、そうなのよ。土ですぐなくなる。そうなのよ。1ヶ月半で買えなくちゃいけなくて、うん、ダメだこれ。そうそうそうだからその当時多分1万6000とかね、7000、8000とかぐらいな感じやけど、この丸のポイントね、これはそのさっき見たこのナオのこの短角のポイントとかでも全然違うわけですよ、うん、もうツルッツル滑っちゃう。そうね。でもパラメヒコのポイントあるじゃないですか、うん、なんていうんですか、メキシコライト。メキシコライト、うん、もう入ってたんですか。もうずっと固定ですか。基本的に固定しか履かないんだから。雨でもこれで、うん、もう疲れちゃうから、足が疲れちゃう。これでいけてたんだ。うん、これでやってた。もう俺はずっともう普通の固定式でまあやって、はい、で、まあこれはもう新しい、引退してから履き出したやつだから、もうあのなんとかマッチとか、うんうんうん、あのあった時にこれを履くんやけど、サイズがさ、やっぱこう結構キッツキツで履くやん。ああ、俺そうです。そうやろ、はい、プロの時って、はい、でこれも25やねん。
25キッチキチ履くから、もう最近キッチキチ履くことなんかないから、ないです、痛いですね。一回履いたら親指の爪がそう死んでまうよ。そうそう、これは僕もでしょ、はい、そうなのよ。やっぱそれぐらいこのここの親指がこのグワーッとなってて、そうですね、でもう血豆みたいなね、うん、赤くなって黒くなって、それが剥がれてまうのよ。そう、僕もやっぱそういうタイプだったんですよ、うん、すごいこうで、なおかつ、うん、まだ天然なんで、うん、そのあたり伸びる、はい、うん、僕は伸びないんで、うん、伸びない中でやっても、うん、やっぱその爪って、うん、どのサッカー選手見てもやっぱりこう変形してたり血まめできてたりしますね。でも人によってですよね、その大きさ、うん、そうね、グッてこう、うん、狭い中でやるのか、うん、ちょっと広げて足の指をしっかり使えるのか、うん、確かにそれはもう全然人によって違う、うんうん、ちょっと見せてください、足。足どんな感じですか。お、綺麗やん、でも。あ、どうタップしないですよ。でも僕の場合は特徴的にここの指が長いんですよ、親指よりも。おー。だから、ここで合わせられないんで、おーおーおー、そこがまずこうなるんですよ。あー、なるほどね。はい、その、人差し指かな、そう。っていうところがちょっと長いから。そう、珍しいんですよ。珍しいというか、まあまあ。俺ね、足がね、結構綺麗のがね、もう自分の、まあ自慢じゃないけどね、あんまこう、細い、うん、細い細い、足が違うな。しかも僕ちょっと外反母趾なんですよ、こうちょっと角度変わってみて、うん、俺やっぱね、爪がね、去年の相模原のね、あのドリームマッチで剥がれたのよ。10月のね、20何日かな、試合して爪死んで、もう前半で爪がもう痛かったのよ。うん、もう痛いと思いながら、まあでもやってーって言ったら、やっぱ案の定死んでもうて、で今、まあ、1月やから 2、3 ヶ月で生まれ変わるみたいな感じだな。そうですね。あれやな、お前なんか海入りすぎてる足してんな。本当っすか。ああ、シワシワやん。もともとシワシワ。そういうこと。海のせい。いや、海のせいかと思って。俺はね、このインソールをなんかこう作ってもらってんだよね。どこのやつ。当時青山とかもあって、今そのアディアスいると思う、多分味方さんですよ。僕もあのインソール入れてた時は歩き方見てもらって、うんうん、もちろんその機械でこう測る場合もあれば、そうやな、足突っ込んでやる場合もあれば、うん、人が見てくれて歩いて、うん、これだから新しいやん。まあまあまあ基本的にやっぱさ磨くからさ、靴墨でだからちょっと黒くなるのよね、この辺がちょっとこう磨いたやつがね。そう、中学高校は、ね、うん、土で汚れる、うん、でも試合前にモチベーション上げるためにもそうだし、うん、こう靴を磨くっていう習慣があるんですけど、うん、そうね、今これを磨くってないじゃないですか。そうね、汚れ落としだけじゃないですか。そうね、そうね、うん、でいかにこうテカらせるかっていうのをやっぱり昔はよくやってましたよ。テカテカしてるからね、これやっぱ磨いてね。でもこれが2018年最後引退した時ずっと履いてたやつやから、うん、もう1年2年ぐらいずっとこう履いてたやつやから、だ芝生でやってるからこう下のところあんまりちびらへんのよね、やっぱ芝生やったら。そうっすか。うん、そんなに俺ちびらへん。蹴り方いいんじゃないですか、うん、だいたいここ行っちゃうじゃないですか。ああ、そう、あの前のところね。そう、でも俺全然そんなにやん、ね、綺麗ですね、うん、あんまシュートせえへん、打たへんから。でも、うん、あんま練習してなかったかもしれない、うん、空中で蹴るようなイメージが多いから。そうね、こうやってだから引っかかっちゃって、ああ、ここに止める人いたじゃないですか。いるね、ちびらんようにね。そうで、僕は中学の時とかはこれ履いてて、うん、だいたい土のグラウンドでダフっちゃうんで、うん、ここがパカッと開くの、シューグーね、シューグーね、シューグーね、シューグーをいかに綺麗にこうね、うん、そうね、うん、今の子たちなんてそういうの知らないでしょ、ね、いや、分からへんで、結構ね、あの紐とかもベロベロベロなっちゃってるからね。クーマだったらあれなんじゃないですか、マラドーナ結びとかしなかったですか。あー、なんかあったね、一回こうね、うんうん、ここに縦に入れてまたこうやって、うんうんうん、マラドーナ結び、あの別にあんなタイプじゃなかった。クーマって言ったらもう、うん、マジマラドーナとか、まあ、ペレーとか ね、ペレー、マラドーナとかね、やっぱクライフとかね、うん、カズー、カズー、カズー、超憧れました。もうカズさんのプーマのスパイクあったの知ってる？カズセレクションとか言って。あー、知ってる、カズセレクション、あれ履いてたな、懐かしい。あー、これスフィーダで、あの内側が革なのに憧れて、あー、で、あったね、雨の日ほっといたら髪履いちゃったんですよ。内側が革っていうのはここのこのかかととか、ここの甲が、これ変えてません？これ変えてんねん、ね、これね、ちょっと革を張ってんねん、ね、うん、ここあの、ね、ちょっとあのやってもらってんのよね。やっぱちょっと特殊な感じで、いろいろやっぱこうやった方がかかとのズレがなくなるみたいな。俺ちょっとかかとがちっちゃいから結構カパカパなんのよ。じゃあ
でもあれですよね、パナミコってここ浅いですよ、ね、浅い、ね、だってこんだけ、こんだけですよ、これでもそんな変わる、あれか、中の 厚みか深さ、あ、でも深いな、ね、深いわ、深い、うん、そう、こういうね、かかとのね、引っかかり具合とかすごいやっぱ気にしましたよね。そうやな、もうなんか、なおは辞めて4年目っていうことか。4年目です、うん、まあ、俺はまあ3年目やから18年でサッカーやらなくなったから、こういうちょっとこのサッカー構造的なのはちょっとなくなってる感じあるよね。ね、ちょっと寂しいですね。寂しいな、ね、なんかテンション上がったと同時に寂しさを感じました。いや、そのなんか、いやもう J リーグのことをよくせなあかんとか、こういうこう社会とのなんやら大事やとかって言うんは、うん、まあ、やっぱ大人の石川直弘、バンドリュージは思うけど、こういうスパイクとかを見るよね。いや、だってこれで磨いて、あの入れてこうやって磨いていくから、もうこうやっていいな、やっぱ難しいな、やっぱちゃんと磨こうと、うん、磨く磨かへんは今まあこのね、人口比較もあるからそのいろいろあるけど、お手入れはちゃんとせない、やっぱね、うんうん、もう吐いて終わりじゃなくて、やっぱちゃんとイチロー選手もグローブをいつも磨いてると、うん、やっぱ自分の商売道具ですから、うん、そういうスパイクとかも履いたらちゃんと汚れを落として磨いて、うん、ね、でもこういう昔みたいな、こういうなかなかこういう革のスパイクがなくなったけど、こういうスパイクの日磨くとそう、心を整えてたな、スパイク磨きながら。僕試合前も必ず磨いてた、うん、おー、そうやな。で、ポペイロが山川さんって言いますけど、うんうん、全部磨いてくれるんですよ、うんうんうん、だけど、うん、申し訳ないですけど、あの僕も一応儀式として、うん、そうね、試合前にちょっとでもちょっとこう気持ちを込めて、うん、で、スパイクと、僕あんまり験担ぎしないんですけど、うん、レガースと、うん、短パン、ソックス、うんうん、ユニフォームを、うん、一つにして、こう一つに合わせるんですよ。おお、なんかこう一体感というか、なるほどって言って、いつも試合の状況でした。そんなことがあったわけですね。そうですね。いや、懐かしいな、そういうところから離れちゃった。なんか寂しいな。確かに、いや確かに、ちょっと18年やって、まあ俺も21年やって、うん、やっぱもうそれが全てやったわけや、うん、なんかちょっと思い出したね。思い出した。新しいスパイクを試す感覚とか、うんうんうん、なんか忘れてますね。まあ次をこう学ぼうと思ったら、うん、まあ、昔のことを、まあまあ、忘れなあかんことはないけど、こう上積みしていくから、うん、でも上積みしてるだけでこういう時もあったんやと。そうですね、そういうことやな。しっかりと残しておかなくちゃいけませんね。そうですよ、そうですよ、これがあったから今の僕たちがあるんですよ。いや、その通りだ、ね、こういう企画だったんですか。いやいやいや、単なるマイク見ながら話しようっていう企画やったんやけど、いや、すごいいい企画じゃん。そうね、そうね、あ、まあ、これは本当に。あとはなんかその質問とかで、なおの同世代で気になる人とか応援してる人いますかみたいな質問来てたね。おお、うん、同世代で、同世代で今でも僕の同い年で J リーグでやってる選手って、うんうんうん、まあ、裏で言うと阿部勇樹で、塩田が栃木に移籍して塩田が、うん、J1 復帰して、そうやな。あとはあとね、俺が一番ね最近気になってんのはね、モニワね。モニワ、ね、モニワ最近インスタ始めたから。モニワインスタ始めたから、これね、あの嫁さんの飯ばっかり映してるからいや、 やっぱ嬉しいよ、なんかモニがやっぱああやってやってるのはね。一番最初にやめると思ってました、ね、いや、ほんまに応援してあげてください、マリアスにいるの、ね、いや、そうそうそう、マリアス岡崎にいるから。で、あとは、うん、まあ、J2 とかだと山瀬とか、おー、愛媛ね、あー、ごまの岩張りね、はい、おー、まあでも1個下が吉人とか、そうね、あの田中達也とか、田中達也とかで、ハイマとか、うん、まあ世代で言ったらでもその、ほんと数えるぐらいです。そうやな、小栗もなんかもうやめてな、おう、ストライカーの、もうストライカーのアカデミーのコーチになってもうたから、まあ玉田はやってるか、1校やったら、まあ牧はやめて、うん、いろいろやってる。そうですね、玉さんと、うん、で、その上が俺らやからね、なおは2校下やから。でも2校、だからバンさんと同い年でもね、だから新次、ね、まあ蘇我がやめてもうたから、ね、蘇我やめて、アシスタントゴールキーパーみたいになったから、うん、で、まあ稲がいて、うん、まあ高もまあやってるっちゃやってるし、うん、でもそんなもんか、新次、稲、まあやっとやな。ああ、そうですね、やっとジュビロにいるからな。まあ、ユータもいるな、南な。ああ、そうですね、ユータも J1 やからな。すごいな、新次 J1、 南 J1。 いや、まあでもこのサッカーの話したらもうちょっと終わらへんな。終わんないっすね。
どういう締めになるんですかこれ。はい、いやいやもう締めとかもういらんと思うねもうあの対談でおばんざいってやったからこれはもう別にいらんねん。番外編、うん、番外編だったけどすごい話ですよこれ。うん、あのバリに帰ったっていうか初心にね。え、これやっぱな、やっぱ俺らはやっぱこうやってやっぱこのスパイクと共にこの今があるんやっていうことはやっぱ忘れたらあかんやな。いやダメだと思いました今なあ。はい、やっぱ、うん、もうなんか講演してティッシュやティッシュやって言ってた絶対言うと思ったいやいやまあでもなんかいろいろ話してきて楽しかったわ。いやいや本当にこちらこそありがとう。こちらこそなんかやっと出演。いやいや本当に本当にまあ俺今日あの FC 東京のあの青と赤の衣装やったんじゃない一応すいません気づかなくてそういうところがね僕はこれ自分で作ったあのあシャツなの。あ、そうなん？作ったっていうかデザイン。あ、そう。え、それ今も売ってんの？今も売ってます。あ、パブリック東京っていう。パブリック東京、パブリック東京、これ僕のサインと、うん、波をイメージしたこのサインと。あ、やっぱ波なんやな。そうなんですよ。これはあの寝るシャツは4着作ったんですよ。お、色と素材感と。で、朝行った時に着れるような、うん、なるほどなるほど。じゃあ街帰ってきてとか、うんうんうん、これはあの夕方に、夕方夕方サンセットのところでサンセットなるほどこだわりがね、いろいろあるんですよ。なるほど。で、寝るシャツ4着と、デニムもあの2本作ってる。そうです。もうなんかブレへんよな、ちょっとアメカジというか、なんかのサファリっぽい感じとかさ。あ、ブレないっていうか、もうそういうものばっかりです、ね、の、ええやん。今日はだからそういうモードで来ました。いやー、それはちょっと失礼しました。なんかいや逆に失礼しました。いやいや、もっと最初にそういう話をやっぱ聞けばよかったけど。いやいや、それはまたね。いやいや、あの視聴者数と、ね、うん、伸びで伸び、そうやな、別の回でな。なるほどな、はい、まあじゃあちょっと今後もちょっとね、石川直宏のこう活躍も楽しみにしながら、またまあおばんざいにまた出てきてください。ぜひぜひ、ね、今度じゃあ、僕の作った野菜で味噌汁。確かに味噌汁復興かな、広げてみましょう。オッケー、ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。ありがとうございました。